春って結構春に雨とかって降ると結構テンション上がっちゃうんですけど、今日はそうじゃなかったみたいですね。今日は春の厳しさを体感しました。よし、よし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 、でかいよ。よっしゃ。ラピッツスイマー、ラピッツブレードにもうスタシャの 4.3 ゴールドブレードとオレンジとシルバー、まあ多分シルバーほとんど出番ないかもしれないですけど、結構ですね、こう荒れてるんですよ。意外と春のそういう日に当たっちゃった感じしますね。ちょっとどうしようもできないぐらい荒れちゃってますけど、一日やってみます。このね、ポイをね、どんだけびっくりさせずに向こうまで行けるかが結構ね、大事なんですよ。ちょっと表側は濁りと波もすごいんで、チャターに変えます。もう水の色綺麗なんでオレンジをやめて、ローライトに強いゴールドブレード、ここら辺だったらいいんじゃないかな、釣れるんじゃない。釣りたい魚はこれ魚じゃないけど、釣りたい魚はこういう魚じゃないけど、釣れてくれました、ラピッツブレード。釣りたい魚はね、本当はこうもうちょっと、まあでもまあね、あんまり贅沢は言えないですよね。こんだけコンディション悪い中でも食ってきてくれたんですもん。嬉しい。よっしゃー、ラピッツブレード、アブラハヤですね。ラピッツブレードのアブラハヤとスタリングタックのアブラハヤ。よっしゃー、はい、これもう釣れた後の状態なんですけど、スターリングショットの 4.3 インチ、トレーラーに使っている 4.3 インチがもうこう裂けてずれちゃってます。でこうなったらもう変えてあげた方がいいです。もうアクションにも影響出ますし、まあ、スローに巻いた時なんかのレスポンスにも本当に影響が出てくるので、こうなったら新しいのに変えましょう。で変え方なんですけど、まあ、変え方というかセッティング方法なんですけど、スターリングシャットの 4.3 インチ頭をですね、1センチくらいカットしてあげます。でしっかりまっすぐつけてあげる、ただそれだけですね。トレーラーをきれいに刺す時はこうまっすぐ入れて、そのままグッて押し込むんじゃなくって、そうしちゃうとですね、ここにあるワームキーパー、トレーラーキーパーでこの頭の部分を裂いて差し込んじゃうんで、ずれやすくなっちゃうんですよ。もうズタズタ、最初からズタズタで全然ホールドされない状態ですね。なので差し込むときは一旦頭のところでひねって押し込む、そして戻す。こうするだけでまっすぐ刺した上にこの頭の部分のズレがないので、ホールド力も上がって綺麗な状態がキープできると、まあ、バイトでこうズレちゃうのはしょうがないんですけど、投げて巻き投げて巻きでズレてくるのは結構ですね、ストレスになると思うので、ぜひこの方法を試してみてください。普通に使うだけじゃなかなかズレませんし、カバーにしっかり攻めた時でもなかなかズレません。ぜひお試しください。
嬉しい。こういうすごい厳しい状況を打破するのもやっぱこういうパワーのあるルアーですよね。結構よりこう餌に近いというか、結構サイズだったりウェイトをダウンした釣りに行っちゃうっていうのも気持ちはわかるんですけど、やっぱこういう時こそ魚を引っ張る力のあるルアーを投げ続けることがすっごい大事なんですよ。こっちに行きます。すごくないこれ。どうしたんお前、どうした、出られんくなった、大変やなそれは。出してやろう。よしよし来い、よし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 、頑張れ頑張れ頑張れ、こっち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 、頑張れ、よし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 よ。よし、よっしゃ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 、これ助けたら釣れた、よっしゃ、ラピッツブレード、油早、よっしゃ、ナイス、よっ、ちょっとクリアな水がふーって入ってきてる場所で、まああんまり強すぎない色でラピッツブレードの、アブラハヤゴールドブレードです。よっしゃよっしゃ、まだまだ行くぞ、まだまだ行くぞ、よし、全体的に濁ってる時は、海気オレンジで、ちょっと濁りが取れ始めてるなとか濁りが薄いなっていう場所に関してはアブラハヤだったりクリスタルハスで、その両方の違いっていうのはブレードがゴールドであることとシルバーであることって感じですね。でその2つをどう使い分けるかは、ローライトの時はゴールド、ちょっと光量がある時はシルバー、もしくは透明度が高い時はシルバーっていう感じですね。でゴールドブレードでかつもうちょっと、ルアーの色にアピール力が欲しいなっていう、色的なアピール力が欲しいなって時はチャートシャットを使います。トレーランの色はクリアチャート、スターリングシャットでいけばクリアチャートがおすすめです。よし、いやー安心したからよく喋れますよ
まあ、実際こう春といっても5月の半ばぐらいまではやっぱ中綿のジャケット着てないとちょっと肌寒いなって日だったりあるし、今日みたいに冷たい雨がすっごい降ってフィールドめちゃめちゃ濁っちゃって、で水温も下がっちゃってっていう、まあマイナスな感じのイメージの状態っていうのは多々あると思うんですけど、そういうタイミングこそ冬ブレードベイトだったり、ちょっとサイズの大きなですねシャトテル、でまたカレントの中をそれをしっかりレンジ入れて巻きたいっていうことでスイムジグだったり使ってみてもいいんじゃないかなと思います。結構こういうタイミングはですね、あ濁っちゃったからもう釣り行くのやめようかなっていうことも多いと思うんですけど、そういう時こそこういうちょっとしっかりアピールのある釣りでバスにアプローチしていただきたいなと思います。もうラピッツブレードとこのスターリングショットの組み合わせほんと釣れますんで、カラーローテーションしながらぜひ使ってみてください。本当に釣れますから、もう見ていただいて分かるよ。投げて巻くだけなんですけど、投げてすぐ巻くのか、ちょっと沈めて巻くのか、一回着底させて巻くのかで、巻くときに早く巻くのかゆっくり巻くのかっていうのもいろいろ試しながらですねやってもらえたらいいかなと、思います。締めたいけどもう一匹釣りたいな。もう一匹釣りたいですね。もう一匹狙いますけど、ここで終わったら釣れてないってことです。よし、もう一匹狙うぞ。よっしゃ。じゃじゃーん。ナマズも釣れますから、ラピッツスイマー。ナイスサイズ。いや、春のナマズって感じですね。よし、お疲れ様でした。まあ、春ということもあってちょっと雨だったり風だったり、増水とか濁りにちょっと惑わされましたね。完全にちょっと気負っちゃいますよね。この時期だといいんじゃないかな、もしかしてみたいな、ワンチャンあるんじゃないかなみたいな感じだったんですけれども、結構マイナスに働いちゃったのかなっていうような状態でした。まあでもそんな中でも結構パワーでしっかり押していく、まあ、ラピッツブレードとスターリングシャットの組み合わせだったり、まあ、今回不発でしたけれどもスターリングシャット 5.1 インチの単体仕様、そして、ナマズが釣れた、スターリングシャットとラピッツスイマーの組み合わせですね。まあ、こんな感じでレンジだったりパワーだったりスピードだったりっていうのをまあ変えながら、こういうタイミングでもしっかりルアーローテーションしていくことでいろいろ見えてくるものがあるかなと思うんですけれども、今日はその中でもパワーだったかなっていう、パワー系の組み合わせで魚がなんとか釣れてくれました。実際ですね、今よりももっともっと時期が進んで5月になったとしても、5月の前半までは結構ですね寒かったり冷たい雨降ったりするときまだまだあります。そういうタイミングこそぜひ、ラピッツブレード、ラピッツスイマー、そしてスタイリングショットの組み合わせでローテーションで魚を狙ってみてください。それではまたお会いしましょう。じゃあね。